すだちできゅん。で,では、須田きゅん、アフタートークです。今日のゲストは、s t ティーフ二期生の川俣アンナさんです。アンピー。よろしくお願いします。主役どうでしたかし。はい。もうなんか、優しくて、うん、終わった後も <laughs>、気軽に、ね、話しかけてくださって。うん、なんか、また新しい一面を知れたりとかで、すごい嬉しかったです。よかったね、麻衣ちゃん。はい。そして。よ二人は。 先日 STF48 舞踏会 in うん、うん、ロックハート城に二人とも参加したんだよね参加しましたはい。すごい舞踏会私参加したことないんだけど舞踏会ってどんな感じえすごいよまず場所は、うん、そのロックハート城っていうねうん、うん、あのー、群馬県にあるお城でめちゃくちゃ素敵なお城だよねすごかったよあのアンピ写真撮ってたよねあのお城の前であ、ありました、うん、私あそこを帰る時に知って、うん で撮りたかったんだけど、な、うんか笑、うん、ましかった。なんかドレスってさなかなか着る機会ないと思うけどどうだった？これ色とかも自分で選んだの？<お>自分で選びました。なんかアンピーちゃんベルみたいだったね。あそうですねなんか、うん、最近衣装とかも黄色を担当することが多くて、で今回もちょっといろ選びました。うん。マイちゃん他になんか悩んだことある？うん 色？ええー、水色とかも個人的に好きなので悩んだんですけど、黄色がいいかなと思って。うんうん。そしてマヒちゃんは、はい。黒に金だったね。黒に金のドレスを。うん、めっちゃ大人だった。うんうんそのなあれさ、そのすごいまあなんかさドレス並んであったんだけど、うんうん、あれだけなんかすごいそれこそなんか違ったよねなんか。違いました。<laughs> 何が違ったのなんていうのなんか、ね、すごかったんよ。その、なんか、ハンガーにかかってる時から、うん、なんかもう、存在感がすごくて。ああ、その黒のドレスがそう逆になんか、これに手を出せないくらいの、なんか、存在感があったんですよ。う <laughs> うんうん強制、うん、しにくいかかそ,うそうそうそう、そう。だから、すごいみんなちょっとこう、牽制してたっていうか。うんうんうん。そうでも、何人か試着してた。 あおちゃんとかも試着してたのか。あ、じゃ、あいろいろ試着してみて決められたんだ。あ、そうそう、せっかくだから、こんな機会ないから、いろいろ着てみようっていうので。うんうん。で、私は青と。白と。その黒を着てみて。うんうんうん。あ、両着るだけ。そうなんだ、じゃ、あ着ても、これでってなって。ええ、一目惚れしたんだね。え、こう、どうだったこう、ドレスで。こうさ。過ごすこと、なかなかないじゃん。 ないね私はドレスの長さがちょうど足ぐらいちょうどぴったりぐらいだったんで楽だったんですけど他のメンバーとか引きずるぐらいの長さのメンバーとかいて階段がすごい多くてこうんうん、なんかスタッフさんが持つよみたいな感じで。 手助けがあったりして本当にお嬢様みたいな気持ちになりました、ね。すごかったんですよ、うん、本当に何か何でもしてくれるみたいな。うん、えじゃあ本当にお姫様気分味わえたんだ。もう本当にねなんかお姫様ってこんな生活なんだなみたいな。だって普通だったらさ何、うん、かねこうドレスとかもさ、うん、なんていうのまずまあ着ることもないし、うん、もちろんその服をねこう持ってくれることなんかもないわけじゃん。そうだよね。うん、なのになんか 両サイドからみたいな。両サイドからなんかもうドレスの裾持ってくれてみたいな。何でもあ待ちますみたいな。ええ。に自分がもうお姫様になったみたいな気持ちで一日過ごしてみんなにチヤハヤされてね。そうですね。ファンの人にも気分が良かったですね。本当に。え話し言葉とかもちょっとお上品になったなりました。なるね。あれ、すごいよ。どんなふうになったのなんか、んなんか。 悪い言葉使えないっていうか,かすごい語尾がきれいになるって、えー、<laughs> いうか何かマジみたいなのも使えないなましたそうそうそう,そう,そうえすごいねそれもいい経験だったねなんか背筋も伸びるしねやっぱり知的にも全然違いましたそっかじゃあいい思い出になったね、うん、またやってみたい やってみたい。え、めっちゃやってみたいし、あの、今回、その、四国うん。で、あの、参加させてもらったんだけど、マイキューが出れてなくて、マイキューがすごい出たがってたよね。うん、見てます。そう。じゃあ、みんなでやりたいね、また。うん。かドレス着て、なんか、お話し会もあったし、写真撮影会もあったし、なんか、安ーの話で泣いてた。ああ。泣いてた。そうですね、最後、 お話しする機会最後かもしれなかったので。うん。で、あの、ピエの方もいらっしゃいました。結構ほんまにピーだったよね。ピエンの方に。あそっか、そっか。しかもね、ドレス姿のね、アンピーみたいな泣いちゃうよね。<laughs> あ、言われました。なんか、お嫁さんに行ってるのを見てる気分って言われました。<笑><笑>ドレス着てるから。<laughs> そうだよね。わあ、じゃあ、本当にいろんな意味で、そういう、なんかいろんな気持ちが味わえるイベントだったんだね。はい、うん。<laughs> わあすごいそれはお疲れ様でしたありがとうございますでも見てみたかったなそういうの行ってみたいまたあると信じてうんはいお疲れ様でしたそして卒業しても頑張ってください頑張りますねえマヒちゃんなんかマしちゃんからも最後に一言はいまあ困った時はいつでもね須田に来てうん。愚痴なりなんなり近況もね報告しに来てもらえたらなと思います確かに でも、あの、ハリーポッターの仕事あったらね、あの、出現ないかもしれないから。そう,そ,うそ,うそうですね。<laughs> 全然まだわかんないから、わか,かんないけどね。は,い、はい、ありがとうございました。では、いつものポーズで締めましょう。はい、せーの、すだちでーす。きゅん。<ー>今日のゲストは、あんぴーちゃんでした。ありがとうございました。あり,ありがとうございました。